成田音です。 G6 フィット元気にしていこうと思います。このエンジンコンディショナーを使って、このメンテナンス方法はエンジンを知り尽くした小山自動車さんからご教授いただいたメンテナンス法で、エンジンにですね一番やってあげたいことナンバーワンだそうです。小山自動車さんはもちろんですね、成田音でも車検の時にがっつりこのエンジンコンディショナーの流し込み作業ですね、これ必ずやらせてもらっているという内容です。このメンテナンス方法は GE6 フィットだけでなく、フリード GB なんだっけ、まあ、初期のフリードとあと CRZ にも使える内容なんでね、エンジンが一緒なんで多分一緒で同じ構造だったなので、まあ、そちらにも応用がいただけるかなと。で作業を始める前に絶対にエンジンをもう熱いぐらい暖気してあげる、もうこれ最低条件ね。それをやってあげてから作業に入るという感じでやってください。で、作業に入る前、それ以前なんですけどね、こちらが必要になります。こちら、このガスケット。逆だった。このガスケットが必要なんで、作業されたい方は事前に取り寄せておいた方がいいです。このフィットね、インテーク邪魔なんですよ。インジェクターをね外してやりたいんですけど、このインテークのパイプの奥にインジェクターがねあって、デリバリーパイプがあるんでね、外してやりたいけど外せないと。じゃあどうすりゃいいかなと考えたところ、 EGR 通路ここですね。まあちょっと動画じゃ分かりにくいんですね、見りゃ分かるんで、ここの通路がなんかいいんじゃねと思いまして、外したところ、ここから接口できることが分かったと。まあ、それをね今回やっていくという、まあ単純な内容です。本当にこれ簡単に外れるんで、まずレベルゲージを外します。これの差し忘れがね、まれにちょっと自分でね恐怖体験があったので、あの申し訳ないですけど、ちゃんと綺麗にした上でよく見える位置に置かせてもらっております。このレベルゲージがねちょっと邪魔なんで、でネジをホイ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 外していくんですけど、もうね電動工具しか勝たんのですよ。勝たん勝たん。とりあえずネジ2本で、この手前のねちょっとしたハーネスが邪魔になるんで、これをずらしておきます。であとはここに6本、これ見ればわかるんでね、 1,2,3,4,5,6 本、地味にこっからが電動工具とかが入らないんで、8分の3の工具じゃちょっとね狭い、工具がでかくてやりづらいんで、CV1 のねこのロング、まあ大体30センチちょっとのこの長さのね首振りラチェットがもう最高にお気に入りですね。もうこれねスッスッと緩んでくれます。最初だけで緩めておけば、あとは手でキュッキュッて回ってくんで、最初の一発だけね軽く緩めとけばいいんですよ。よし、で外していくだけ。これラスト1本、エンジンね暖気された後なんでね、まあやってる今は冬場なんでまだいいですけどね、夏場だとねちょっと暑くて大変だと思います。手袋しっかりしてやりましょうね。よし、じゃあこんな感じのものが取れました。 EGR の通路だけあってね、汚いですね。いや汚ね。じゃあこっからですよ。必要なのがロングノズルと先っちょをキュッとね右曲がりにしてあげる。このね45度ぐらいがいい感じです。どうするかっていうとですね、この各ポートずつに、これね写真撮りづらいし動画にも撮りづらいんで、まあ、やった人が自分の感覚でやってもらうしかないです。この EGR 通路、この EGR 通路の各場所にこのインテークの通じる穴が開いてます。こっち側ですね、こっち側に穴が開いてるんで、ここにエンジンめがけて差し込んであげて流し込むと。いつもだったらインジェクターを外せば泡がボコボコって出てきたら終わりっていうぐらいなところだったんですけどね、これだとこっから溢れてくる頃には相当な量が入ってるんで、こちらキッチンタイマー、僕はいつも15秒やってます。キッチンタイマーで測ってあげて、各機と同じ秒数だけ入れてあげれば平等かなと。俺んとこばっか少ないみたいなね喧嘩が始まることもないのでおすすめです。でこれの入れ方ですよ。これの入れ方、これはね穴が見えないんでね、もう手探りで探すしかないんですよ。僕はねもう穴の位置知ってるんで、1番ポートは2番寄りの斜めに入る感じですね。何回かやればね穴の位置分かります。スタートして
お、取れちゃった。これもね、時間との勝負なのでスピーディーにやっていきましょう。2番はどこだったかな。2番は1番寄りの方からこう斜めに、まあ動画じゃ言いづらいですねで、スタート。ああ見なかったことにしてください。じゃあ3番いきます。3番どこだったかな。あー、いたよ。はい、決まりました。はい、よし、ラスト4番です。4番はこっちだね。はい、よし。これでエンジンをかけていくんですけれど、またわざわざ蓋をしてっていうのをやってたら、1秒でも早くエンジンをかけてあげたいんですよ。エンジンコンディションを流し込んだら、まずはこの状態で一度エンジンかけます。で、かかった瞬間止めます。そうすればあのエンジンに全体に行き渡るんで、でレベルゲージを差し忘れなく。こんな感じでエンジンがかかったらすぐ止めてあげないと、こっからの吸ってる空気の量があるんで、ちょっと空気の量が多くなってあのリーンとか言われちゃうかもしれないんで、かかったらすぐ止める。そしてあげればエンジンコンディショナーはザーッと入っていくと。何回かやりたい人はこれでもう一回やれば OK なんですよ。やったことなくて5万キロ以上だったら3回ぐらい繰り返してあげた方がいいかもしれないですし、定期的にやってあげてるんだったら1回でも十分です。まあこんな風にやってますよと。で、この新しいガスケットを装着させてつけてあげれば OK です。こんな感じで最後にですね、この作業とセットにスロットルの清掃、そして ECU の初期化、この2つをやってあげるとなおよしです。基本これそれはね、僕はセットでやっております。これをやるとですね、結果ゼロ発進、信号が青になってアクセルに乗せてちょっと踏んだ時のゴールグッていう、こう背中から押してくれる感じ、まあ FF だから引っ張られる感じですけど、前に出たい力がですねちょっと良くなる。あとはハーフスロットル領域ですね、そういった部分のちょっと踏んだ時の、 あの加速具合とかですね、その辺が良くなって燃費も良くなるという感じですね。そういった効果が期待できます。多くのねドライバーさんって基本的にはフルスロットルなんてやんないことがほとんどなんですよ。あの一般的な街の乗り方ですよ。なので今本当にね、多くの方が使う領域、ゼロ発進ハーフスロットル領域、そこって一番使うわけじゃないですか。その領域があのちょっとでも良くなった方が運転が楽しくなりますし、燃費が良くなると、あのお客さんにはねとてもいいことづくめなんでね、ぜひこのメンテナンス方法が全国の整備工場さんの一般的なメニューになっていただけたら嬉しいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。全然関係ないですけど、僕が新車で買ったことがある唯一の車がこの G6 のフィットなんですよ。まあそういう理由もあるかもしれないですけど、すごく完成度の高い車だなというふうに思っております。